どうもショッピです。今回の動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで、まあ、せっかくこう外に出て散歩しているわけなので、もうちょっとお散歩してから本題に入りたいと思います。もし本題だけ先に聞きたい方は、下に書いてあるこちらの秒数までスキップをしてみてください。はい、じゃあスッキリ空間の方に行きながらいいよをお届けしていきたいと思います。風こそ強いですけど、めちゃくちゃ平和です。いいですね、横浜は。はい、でも次の用事がもう控えているので、家に戻ります。よいしょ、はい、ただいま帰ってきました。もうすっかり外は暗くなりましたけども、はい、本題に入っていきたいと思います。で、この動画を見てくれている人の中で、物欲が止まらないんですと、浪費が止まらないです、ついついお金を使ってしまうんですっていう人いると思うんです。で、その人のために今回は、物欲に振り回されずに節約をしていくための5つの考え方っていうのをシェアしていきたいと思います。はい、といってもなんかそんな偉そうに言うつもりもないので、参考にしてくれたら嬉しいです。一つ目の考え方として、役者がダブっていませんかっていうことなんです。で、どういうことかと言いますと、僕は普段こう外に行くときに、パソコンとカメラと財布、カード、まあ、この4つ、あとまあ鍵とか、そういうのを大体持ち歩くわけです。それらを持ち運ぶときに、両手は開けていたいなだったり、ビジネスシーンでも使いたいなだったり、それらが収まる、なんか必要最小限のスペース、必要最小限のコンパクトさが欲しいなだったり、いろいろこうあるわけですよ、求めてることが。で、今回これを、まあ、買ったわけなんですけども、そう、これは本当に買ってよかったと思います。このパソコン13インチがこうもうジャストサイズ、ほぼジャストサイズで入るっていうのがありますので、もうこれは買ってよかったなって思うわけなんですけども、そういう自分の生活をサポートしてくれるような相棒みたいなアイテムがあるにもかかわらず、なんかこう似たようなアイテムを買ってきてしまうっていうパターン、僕しょっちゅうあったんですよ。そう、なんかキャンプ用とか言ってカバン買ってきたりしてたんですけども、そうやって役者がダブってしまうと必ずどちらかは使わなくなってしまうので、もしそれがダブらないようであれば、まあ、それは手に入れてもいいと思うんですけども、そう、もしダブってるのであればそれは買わない方がいいと思います。物欲を抑える2つ目の考え方なんですけども、新商品を追い求めていませんかっていうことです。はい、これは僕もすごく反省をしなければいけないところなんですけども、例えばですね、この撮影用のカメラがあるとします。カメラのレンズって本当レンズ沼っていうのがあるぐらいで、もう常に常に新しいものが毎年半月ぐらいのペースでどこかしらのメーカーから新しいものがポンって出るわけなんですけど、今まであったものよりも性能が良かったりするわけです。明るく撮れたり、オートフォーカスが静かだったりってするんですね。ってなった時に、あ、今持っているよりもこっちの方がいいじゃんとかですね、そうやってやっぱ思っちゃうんですよね。物欲がムムってこう出てくるわけなんです。っていうのがちょっと前の僕のパターンでした。で、その時に自分に対して、新商品は出続けるから自分が本当に撮影する環境に求めているものは何かっていうのを、まあ、考えるわけです。で、そうすると今持っている機材でも、まあ、これちょっと壊れてしまったんでメルカリで売るんですけども、そう、本当に必要な機材はこういう条件でっていうのを考えるわけなので、そうすると新しいやつよりも今持っているやつで十分撮影できるじゃんっていう感じで、買い物とか物欲をとどめることができるということなんです。はい、なのでこの新商品は、まあ、出続けます。この iPhone こそもう新作なんて毎年毎年必ず出る勢いだと思います。で、僕も iPhone11 Pro Max
欲しいです、すごい欲しいです、タピオカ3つ欲しいです。でも自分が今このスマホに求めているものは何かって考えた時に、このサイズ感で今の7、8の性能で十分なので、今はこれを持ち続けて11とか、今度の12とかは買わないようにしています。自分の物欲を抑える考え方3つ目なんですけども、1ヶ月待ちましたかっていうことです。もしくは自分が何か欲しいな、買いたいなって思った時に1ヶ月待ちましたかって自分に質問をするっていうことです。はい、どういうことかと言いますと、物欲って欲求の一つだと思うんです。睡眠欲だったり承認欲求だったり、いろんな欲求があると思うんですけども、そういう欲求の一つと考えます。で、欲求って皆さんどうでしょう。睡眠欲とか一回寝たらその欲求ってふいーんって消えますよね。あと食欲も、お腹すいたな、お腹すいたなで食べてしまえば、その食欲っていうのは満たされて落ち着きます。あくまでも欲求っていうのは一時的なものと捉えて1ヶ月待ってみましょうと。今まで大学生とか高校生の時に買えなかったものを、そのビジネスでちょっとうまくいった時にバン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 買ってったわけなんですけども、ただやっぱり欲求って満たして終わりっていうのがすごいなんか感じました。なので、あれ、物を買っても幸せになれないなっていうのはもうその時すごい感じました。例えばこのカメラ一つ撮っても、写真を撮って自分でただこう自己満足的に見るのか、こうやって動画を撮って皆さんに価値を提供していくのかっていうのも、全然その自分の質とかクオリティも上がっていくと思います。なので、その1ヶ月待ってる間に自分がその欲しいものを使ってちゃんと自分の生活だったりライフクオリティ、人生の価値が上がるのかどうかっていうのを考えてみると、意外とその物欲っていうのは自然にこうシューンって消滅していくと思います。なので、物を買うときに1ヶ月待ってみるっていうのはものすごくいい考え方だなと、自分自身やってみてよかったなと思っています。はい、という感じでシェアをしましたけども、いかがだったでしょうか。ああ、自分に刺さるなっていうことがありましたでしょうか。もしくは、あ、それわかるっていう思うところありましたでしょうか。そう、環境をブラッシュアップしていって自分もどんどん向上していくっていう考えはすごくいいと思うんです。で、僕もそれをやっていいなと思いました。そう、パソコン、今まではもうレッツノートのすごいボロボロのやつを使っていたんですけども、そこから MacBook に変えて、もう仕事の質だったり、もう人生のクオリティそのものが上がりました。ライフスタイルもガラッと変わりました。なので、今持っているものを向上していく、改善していく、ブラッシュアップしていくっていう考えはすごくいいと思ってます。ただ、それが行き過ぎて、その本当に必要じゃないものまで買ってしまうっていうのはすごくもったいないなというふうに思います。なので、自分がアイテムに本当に求めているもの価値が分からなくなっちゃう原因っていうのは物欲だと思っています。なので、その物欲を抑える方法ということで、もしこの動画を見てくれている人の中で物欲がムクムクって出ているのであれば、今の3つの考え方だったり質問というのをちょっと当てはめながら考えてみたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、今回も少しでも多くの方の参考になってくれたら嬉しいです。はい、ということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。ちなみに、僕が今持っているものの中でブラッシュアップしたいなと思っているものがパソコンです。そう、13インチの MacBook 持ってるんですけども、重いんですよ。ほんと持ち歩くのがだるいんです。なので、もう今よりも軽く、そしてパワフルな12インチのメモリ 16GB を今探してます。欲しいなと思って今3ヶ月ぐらいが経とうとしますんで、そう、まあ考えに考え抜いて、もう本当にいい加減必要だろうということで今探します。はい、なので、またそれゲットしたらまたシェアさせてもらいますんで、楽しみにしててください。